フランシス・エリザベス・キャロライン・ウィラードは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の教育者、禁酒運動改革者、及び女性参政権運動家である。ウィラードは、ニューヨーク州、チャーチビルの教師の子として生まれたが、子供時代の大半は、ウィスコンシン州、ジェーンズビルで過ごした。家族と共に、ウィスコンシン州にいる間に、その家族は、組合協会主義者からメソジストに改宗した。 メソジストは経験な妻と母を中心とする、キリスト教徒の家庭単位に重きを置くプロテスタントの一派だった。ウィラードが18歳の時に、イリノイ州エヴァンストンに移転し、ノースウェスタン女子大学に入学した。1871年、ウィラードは、エヴァンストン女子大学の学長となり、この大学が1873年に、ノースウェスタン大学と合併すると、 その女子大の初代学生部長になった。しかし、学長のチャールズ・ヘンリー・ファウラーと女子大の管理について対立するようになり、1874年に辞任したのでその地位は短命に終わった。ウィラードは大学を辞めると、アメリカ東海岸に移動して、女性の禁止運動に参加することで、新しい仕事に勢力を注いだ。女性参政権と禁止運動に対する疲れを知らない。 努力の中には1874年の50日間公演旅行が含まれており、10年の間に1年間平均3万マイルの移動、平均400回の公演を行い、その大半は長い付き合いになったアンナ・アダムズ・ゴードンと同行した。1874年、ウィラードは婦人キリスト教金仕組合設立に参加し、初代の連絡窓口に選出された。 1879年、ウィラードはアメリカ合衆国婦人キリスト教金仕組合の会長に選出され、この職を修正務めることになった。1883年には、形成世界婦人キリスト教金仕組合を設立し、1888年には、その会長に選出された。婦人キリスト教金仕組合の会長として、女性参政権に関するウィラードの論点の革新は、 家庭の保護という考慮に基づいていた。このことについて、強い酒の合法的販売から起こる家庭の崩壊からその家族を守る手段として、21歳以上のすべての女性に投票権を確保するの目的である、運動と表現した。家庭の保護論議は、拡張性の圧力、宗教的権威及び社会によって、女性賛成権論者を疑うよう告げられてきた。 平均的女性の支持を得るために使われた。家庭の保護という願望は平均的女性に賛成権を追求するための社会的に適切な道筋を与えた。ウィラードは女性が弱い性であり依存することがその性格であるという概念をなくさねばならないと主張し、政治は女性のための場であると言って社会改革のための運動に加わるべきだと主張した。 1893年にヘンリエッタ・ブリックス・ウォールによって発注された有名なポートレートアメリカの女性とその政治的対等者ではウィラードを中央に受刑者、アメリカ・インディアン、狂人及び知的障害者で取り囲ませた。この画像は女性参政権に関する議論を簡潔に表している。すなわち投票権がないまま教育を受け尊敬される女性は 三政権が否定される社会の他の阻害者と同等であると訴えている。ウィラードの影響力によってアメリカ合衆国憲法修正第18条と同第19条の成立につながっていった。フランシス・ウィラード・ハウス・ウィラードは雑誌ザ・ユニオン・シグナルを創刊し1892年から1898年までその編集者だった。ウィラードの著作には女性と 禁種、美しい19年間、偉大なる母、50年間の垣間まみ、アメリカ女性の自伝、及びベストセラーになった、車輪の中の車輪、いかにして自転車に乗れるようになったか、などがあり、それと共に多くの雑誌記事もある。事実ウィラードが、その白いリボンの軍隊に、自転車乗りを奨励したことは、自転車とそれに乗ることを、家庭の中に持ち込んだ明白な試みと、 認識されてきた。ウィラードは、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに寄贈される、アメリカの偉大な指導者たちの仲間入りをした初めての女性だった。1887年に、アルファ・ファイユー・アイ会全国会長となり、ノースウェスタン大学初代女性学生部長だった。晩年は、社会主義者とも関わりを持つようになった。 1898年、イングランドへの船旅を準備している時に、ニューヨーク市のエンパイアホテルで、インフルエンザのために死んだ。イリノイ州エヴァンストンの家屋は、婦人キリスト教筋仕組合に依存され、この家が1965年に、フランシス・ウィラード・ハウスとして、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。フランシス・ウィラードのスケッチ・ウィラードは、その生涯の間に何度も、 多くの国の政府や社会の著名人によって公的に表彰された。ファイ・ベータ・ファイ・ユーアイ会のキャリー・チャップマン・キャットはこの国でフランシス・ウィーラードよりいや彼女に匹敵する女性指導者はいなかった。と語った。ウィラードはアメリカで最も愛された女性と呼ばれ、その親友ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアは1888年に彼女の時代の最も高潔な女性と呼んだ。 メアリー・ワシントン大学最古の建物であるフランシス・ウィラード・ホールはウィラードの栄誉を称えて名付けられた。1940年にアメリカ合衆国切手にその肖像が載った。ノースウェスタン大学の学生寮であるウィラード・レジデンシャル・カレッジは彼女にちなむ命名である。インディアナ州インディアナポリスの第80学校にある名盤でもその栄誉が称えられている。 ウィラードが1865年から死ぬまで本拠にして、働いたイリノイ州エヴァンストンの家は保存され、彼女の記憶を称えるために博物館になった。カリフォルニア州、チコのフランシス・ウィラード・アベニューは、ウィラードの栄誉を称えて名付けられた。エヴァンストンには彼女を称えて名付けられた小学校もあり、フランシス・ウィラード小学校と呼ばれている。 カリフォルニア州バークレーのフランシス・ウィラード中等学校と隣接する公園アラバマ州ピードモントのフランシス・イウィラード中等学校アイオワ州デモインのフランシス・ウィラード小学校イリノイ州ロックアイランドと隣接するモリン町のフランシス・ウィラード小学校ミネソタ州ミネアポリスのフランシス・ウィラード小学校と隣接する市民公園カリフォルニア州 ローズミードのフランシス・ウィラード学校及びカンザス州アーカンザスシティのフランシス・ウィラード小学校もすべてウィラードの栄誉を称えて名付けられた。サウスカロライナ州はその方でフランシス・ウィラードの日を次のように定めた。毎年10月の第一金曜日をフランシス・ウィラードの日として公立学校のために定め、州内の児童が飲酒の悪について教えられる目的で、 その日の授業を準備し実行することを各公立学校の義務とする。フランシス・ウィーラードは仲間の革新論者でアフリカ系アメリカ人ジャーナリストのアイダ・ビー・ウェルズと論争になった見解を表明した。ウェルズは、ウィラードが黒人男性に対して保護されることを必要とする、モンキリ型の白人女性を支持していることを非難し、それはそのモンキリ型を払拭しようとする。 ウェルズ自身の努力に反しており、ウィラードが黒人男性に対して行われる死刑については発言していないともう非難した。ウィラードはウェルズの非難を繰り返し否定し、その主要な関心は女性の力を高め保護することにあると主張した。ウィラードの婦人キリスト教禁止組合は積極的に黒人女性を勧誘し、組合員にならせた。ありがとうございます。